ありがとうございます。あなたとカルミナのみんなにお祝いしてもらえるなんてとても嬉しいです。私としてはカルミナだけでお祝いしてもよかったんですけどね。騎士さんがどうしても一緒にお祝いしたいというので。つむぎだって本当は君が来るのを楽しみにしてたんだよ。私もチカの誕生日をみんなでお祝いできて嬉しいよ。こんな素敵なケーキまで、あなたも手伝ってくれたんですね。いつも私たちのためにいろいろと、本当にありがとうございます。よかった。今回はちゃんと書けました。実は前回、つい癖で自分のサインを書いてしまって。え？シカさんもですか？私も無意識のうちに自分のサインを書いちゃってました。チカとつむぎもなの？実は私もなんだ。やっぱり私たちみんな根っからのアイドルってことなのかな。私のためにこんな立派なケーキを用意してくれたんですね。とっても嬉しいです。その上、バースデーソングまで歌ってもらってありがとうございます。優しくて温かくて心のこもったとても素敵な歌でした。私もあなたの誕生日にはあなたのためだけに作った歌を心を込めて歌わせてもらいますね。お待ちしていました。いいえ、遅れてませんよ。私が約束より早く来ただけですから。ところで今日はどのようなご用でしょうか。え、プレゼント？あ、そういえば今日は私の誕生日。覚えていてくれたんですね。すごく嬉しいです。私がよく楽譜を書いてるのを見て選んでくれたんですね。なんだかすごくいい曲が書けそうです。完成したらぜひ聴いてくださいね。どんな形でもあなたがお祝いしてくれたという事実が私にとって何よりのプレゼントです。本当にありがとうございます。お、これってひょっとして誕生日プレゼントですか？ありがとうございます。あら、これはライブのチケットですね。いえ、以前から興味のあるジャンルなんですけど、なかなかきっかけがなくて聞けてなかったんですよ。あなたと一緒なら一層楽しめそうです。どんな形でもあなたがお祝いしてくれたという事実が私にとって何よりのプレゼントです。本当にありがとうございます。驚きました。こんな形でお祝いしていただけるなんて嬉しいです。あの、よければ私も一緒に歌っていいですか？あなたと一緒に誕生日を祝いたいです。
どんな形でもあなたがお祝いしてくれたという事実が私にとって何よりのプレゼントです。本当にありがとうございます。